こんにちは、平井弘明です。今回はですね、最終回なんです。なぜならですね、ゴルフスイングの結論を言いたいんです。どうしても前々からちょっと登録と話してまして、どうしてもですね、今まで言ってきたことを覆すわけじゃないんですけども、逆のこと言うかもしれないんです。ただそれがスイングの結論かもしれないんです。なので今回はですね、残念ながら最終回になりますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。ゴルフはさ、中打ちでいいんでしょ。普通に、まあ、70代とか出したいんだったら、うん、全然手打ちでいい。あの、要は90代80代70代とかだったら全然手打ちで出るし、うん、むしろ手打ちをやってもらいたい、うん、けど、うん、アンダーパーで回るとか、うん、72以下いいか、あとはプロになる、うん、ってなってくると、うん、話が変わってくる。そうなんだ。そう、やっぱりね、アンダーパーで回ったり、うん、プロになるためには、うん、やっぱり手打ちだけじゃダメだし、うん、それはあの悪天候だったり、うん、ボールのライの状況だったりが、うん、やっぱり手打ちって限界があるから、うんうんうん、例えば深いラフとか、うん、それだとね、やれることがね、どうしても限られちゃう。でもその中でプロは成績を出さなきゃいけない、うん、いいショット打たなきゃいけないってなってくると、やっぱりその体の強さを使って打つことも必要だし、うんうん、クラブをただこう間に合わせてパンって打ってるだけじゃ通用しないんでね。そう、だからなんだろう、ただ単純に練習場でプロと同じ球を打つんだったら全然手打ちでいいの、うんうん、もうクラブがパンって走ってボールをきれいに捉えられたら同じ球は絶対打てるから、プロと。そう、それはただ練習場だけ、綺麗な場所でボールが置いてあって、そうそうそうからっていう話で、そうで試合だとそのもっと状況が違うってことね。そう、まず緊張感、うんうん、それはあのスコアに対しての緊張感、いいスコアで回ってるから崩れたくないとか、うん、で単純に負けたくない、うん、あとはまあそんな類よね、ミスショットしたくないとか、うんうんうん、そういうプレッシャーもあるし、あとは人に対するプレッシャー、うん、あの人がいいショット打ったから自分も打たなきゃいけない心境にもなるし、うん、あとは例えば見てる人、ギャラリーがいたらいいとこ見せたいっていう欲も出るし、うん、見せなきゃいけないっていう使命感も出てくる時もあるから、うん、そうなってくると、うん、いいショットを打つ以外にすごくたくさんのものが自分にのしかかってくる時もあるんだよね、うん、そうするとやっぱり手の感覚だけだと鈍感にできないんだよね、繊細だから、うん、それをダイレクトに感じやすくなっちゃう、うんうんうん、そうすると行動に現れやすくなる、うん、そうするとミスショットが出ちゃう、うん、そう、だからそれを体の大きい動きを使って鈍感にしてあげる必要もあるから、手の感覚をってこと。そう、手の感覚を無にして鈍感にして体の大きい動きを使って、うん、打ってあげる。そう、打ってあげて、うん、繊細な部分を逆にこう覗いてあげて、うん、使わないんだ。使わない時もある。要はパワーだよね。パワーと繊細さって言ったら、パワーを使って飛ばしっていう意味じゃなくて、うん、その力で自分の距離を打つ方向にこう方向転換する場合もあるし、そうしないと、うん、その手の感覚を使って打つと緊張とかプレッシャーがすごい反映されちゃって、うんうん、思ったように打てないから、わざとそれを殺して体で打つことによって自分が望んでるその距離を打つっていうことなんです。そう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 、それがね、一番多く出るのはパターン。パターンなんだ。よく手が動かなくなる。手が動かないんだったら、うん、絶対打ててないはずじゃない。でも打ててるってことは、うん、手じゃないんだよね、打ってるのは、うん、体で、うん、要はここに生えてて、うん、これを体でこうやって動かしてあげて、うん、クラブを動かしてるニュアンスで、要はプレッシャーがかかった時に打つ。そうするとプレッシャーをダイレクトにこう行動にこう出ない、うん、そうなってくると手が動かなくなって痺れてきても、うん、多少こう打ててくる。固定したままでも体が動けば打てるってことね。そう、うん、それの大きくしたのがショット。あ、でよく手先、ペン先とか、うん、箸とか、うん、緊張すると震えたりする、うんうんうん、ああいうことがショットにも出る人いるから、うん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 、そういう場合は
細かい繊細な筋肉じゃなくて、うん、こう大きい筋肉、メインの筋肉、要は体幹よね、体を使って打つ。よくね、俺練習とかで聞くけど、うん、もっと体使って打てっていうのよく聞くのね、うん、あ、アマの人に言ってる。そう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 、うん、でもその意味合いが違う場合もあるし、うんうん、体使って打てって、うん、要は初心者の人に言ったら、うん、こうやって体使って打つんだよね。あ、分かる。そういうことじゃない、うん、体の動きを使って打つっていうことをもっと理解しなきゃいけないし、教える方もそれを責任持ってそこまで言わないと、うん、本当にこうやって体使っちゃうから、うん、それとは違うし、こうやって軸しっかりして、うん、こうやってターンさせてセンター軸で、うん、これも体使ってるし、うんうん、こうやってるのももちろん体使ってるし、うん、だ両方あるんだよね、うん、それにやっぱ一番いいのはこれですよね。何だろう、つけてるやつ気になってましたね。これね、僕がたけちゃん先輩からいただいて、これをもらったんだ。もらいました。5年ぐらいやり続けましたね。それでめちゃくちゃショット力が増したのと、うん、あとはもう断然に振り遅れられるようになりました。え、振り遅れられるよね。そうなんです。3000クラブを間に合わせろ、うん、インパクトにこうやってゼロに戻せ、うん、って言ってきましたけど、うん、ショットは振り遅れなきゃいけないんです。そう、おかしいよね。おかしい。そう、おかしい。だって振り遅れるなってずっと今までの動画で言ってるから。言ってましたよね。言ってる。でもゴルフは振り遅れなきゃいけないんです。逆じゃん。逆なんです。付け加えさせてもらえば、うん、僕の勝手な意見ですよ、うんうん、プロになりたければ振り遅れなさい、うん、以上。もうこれ絶対さっきのと一緒だね。そう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 。アマは手打ちでいいけど、そう、プロになったら体で打たなきゃいけない。そうそう、一緒。アマは間に合わせてください。プロになりたかったら振り遅れてください。これですよね。どういうことなの。やります。そう、俺が散々言ってきたのは、うん、インパクトでこうやって戻して、うん、こうやって、うん、こうやって散々ゼロに戻して、うん、こっからフォロースルー取れて、うんうんうん、言ってきました、うん、言ってきたけど、うん、これは、うん、まあ、言っちゃえばスコア72まで、72まではいく、全然いける。いけんだ。全然いける。これが正しく戻ってきて、うん、クラブがすごく主導権を握って打ててれば、うんうんうん、70ね、全然いける。むしろパターが入れば、うん、72以下も全然いける。いける。ただプロで長期にわたって調子を継続させることはできない、うん、それは腕の感覚って、うん、さっきも言ったけど、うん、繊細で、うん、ずーっと1年間通して、うん、トータル同じ感覚では打てないから。むしろパンチ力の問題で、うん、ドライバーって、うん、1トン近い衝撃が手に来てる。それをボールの柔らかさ、フェースのこう吸収力、シャフトとグリップの吸収力で自分に1トンが来ないようになってる。でも神経としてはすごい衝撃を受けてる。そこでいきなり1メーターの繊細なパターを打てって言われたら、筋肉硬直してるんだよね。そうだよね。そう、ダメージを受けてる。受けてる、うん、そう。そうなってくると週1、月1ゴルファーの手打ちだったら全然いい。あ、そう、そんなに影響がない。影響ない。負担がないわけね、手に。そう、たった1日だ、うん、でもプロになって長期、うん、1年、3年、5年って戦う中で、うん、やっぱり望みとしては一定のいい調子ね、維持したいじゃん、うんうん、そうなってくるとやっぱそれじゃダメなんだよね。振り遅れて打たないと、うん、ダメっていうのをちょっと詳しく言うと、うん、俺が感性のウェッジとかドライバーやってる時に、うん、打たない打たない打たないって言ってる、言ってる。あれって本当に打たないつもりなのよ。つもりっていうかイメージなの、うんうん、それはずっと自分の面の斜め45度にクラブがずっと遅れてきて遅れてきてってやってるわけ、うんうん、あ、遅れてんだ。遅れてる、うんうん、ただ絶対条件としてフェースはまっすぐ返ってきてる、うんうんうん、で振り遅れてんだからこれ以上振り遅れないわけよ、うんうん、だから右に行きようがないの。フェースが開いてなければ、うんうんうん、そう。でも大体アマチュアの人の振り遅れるって、うんうん、フェースがこうやって開いて振り遅れる、うんうんうん、そうするとあ右行くじゃない。そうだね、うん、でもプロの振り遅れって、うん、フェースはずっとターゲット向いてる。ターゲット向いて振り遅れてるからまっすぐ行く、うん、で俺ねこれがね2011年か2年ぐらいの、うん、
北陸オープンの時に、うん、田中秀道さんっていうプロと練習ラウンドを一緒に回らせてもらって、うん、その時にボソッと、うん、いやゴルフは右サイドで打てなきゃうまくならないでしょ、うん、って言ったのよ、うん、で俺それ試合中もその次の日試合で、うん、で帰ってきてからもずっと考えてて練習場で、うん、右サイドでさばけなかったらダメってなんだろうと思って、でその仕草ニュアンスとしてはこうやってやってるわけ、うん、でこうやってやったらこうなってくるなと思ってそれをショットで打ったら、うん、2、30球打ったんでね、うん、したら2、30球同じとこ飛んでったの。それで、あ、自分の中の勝手な解釈かもしれないけど、うん、右サイドを広く使えなかったら、うん、ダメなんだと思って、うん、で右サイドを広く使うためにはどうしたらいいかって言ったら、うん、溜めない、うん、腰を切りすぎない、うん、要はもうトップからこう直線的にインパクトに行かないようにしたら、うんうんうん、ドライバーがまあ曲がんなくなって、それでアメリカ行ってた時にジェフっていうプロがいて、でその人にお前フェードにしろって言われて、こうとにかく右を広く使って体の回転でこうやって左に持ってけって言われて、そのことと田中秀道さんの言ったことがこうつながったんだよね、自分の頭の中で。それから一切スライスっていうかフェードを打てなかったのが、うん、もうスライスフェードが楽に打てるようになったの、うん、だから右が余裕があるから、うん、インパクトまでにめちゃくちゃ時間があるわけよ、うん、何かしたい時に、うんうんうん、それがドローでもフェードでも、うん、こうまあ、自由自在とはまでは言わないけど、うんうん、こうできる時間が増えたからやりやすくなったね。それでこう右サイドを広く使えるようにして、うん、クラブをめちゃくちゃ振り送らせて、うん、フェースをターゲット向かせて、うん、打って最後右手がパーンって伸びるっていう感じにスイングがガラッと変わった、うん、イメージはね本当に遠くのものを右手でこうやって書いて、うん、こうショベルカーみたいにこうやってやる感じ、うん、そうこういう感じでその全て取ったものを、うん、自分の飛ばしたい方向にきっちりちょっとこう、うん、アンダースローみたいな感じで投げるようなイメージにしたらめちゃくちゃ良くなったね。あ、じゃあアメリカ行ったジェフに教えてもらった時に、うん、トンカチからフェードを打てるようになってたけど、そこで完成だったわけじゃなくて、うん、で日本に帰ってきて、うん、プロテスト買って、うん、その田中プロと練習など回って、うん、その後にそれが繋がって、うん、完成形に近づいたってこと。そうそうそう。あ、そうなんだ。俺てっきりそのアメリカの時にもトンカチを直した時に、うん、完成してたのかと思ってた。うんとね、アメリカに来た時は、うん、未完成っていうかまだどっちかというとトップから直線的にボール打ってたし、うん、もうそれこそ何ダウンブローっていうイメージで打ってた。でもダウンブローで打つと、うん、ボールをこうやって打ってるから、うんうんうん、コントロールできないんだよね。でもその時はそんなの知らないからダウンブローに打つんでしょゴルフってみたいな感じだったの。そうでも今その時の自分がいたらお前バカだねお前っていう感じ。あ、今のが捕まえられてるからコントロールできるっていう。そうそうそう。だからダウンブローを否定するわけじゃないけど、うん、その時のその自分の考えが良くなかった、うん、それはもちろんね、ダウンブローに打ってめちゃくちゃ上手い人もいるし、それはもう好き好みなんだけど、今の自分からすると昔の自分はもう全然意味を履き違えて、上から潰しゃいいんだろうみたいな感じだったから、それが良くなかったよね。だいたい5番ウッドで200、230ぐらいだね飛距離が、俺、だけどその時5番ウッドで250ぐらいしたわ。めちゃくちゃ飛ぶね。そうだからそのタケちゃんの後輩の人のドライバーを5番ウッドでオーバードライブしてる、うん、それはダメよね。コントロールできないってことか。そう飛ばしに走ってるから。そうでその時はダウンブローが当たり前と思ってるから飛ばしに行ってもないし、うんうん、別にコントロールする感じもなかった。とにかく飛べ、飛ばしてないけど、うん、飛ぶから、うん、こう気持ちよくなっちゃってるね。あ、うん、球も低いし、うん、それは止まんないし、うん、戦えないよね。でもそれでもあれでしょ、コントロールに自信あったわけでしょ。でもその時はなかった。あ、その時はコントロールには自信はなかった。あ、どっちかというと飛ぶじゃんっていう方だった。そうそんな時があったんだ、うん、でコントロールにその自分なりに自信が出てきたのは2012年の秋ぐらいだ、うん、あ、じゃあその助言をいただいた次の年ぐらいか。ぐらい。それはね、まあその前からもそうだったんだけど、うん、くすぶってたみたいな感じだけど、うんうんうん、初めて俺が
2010年ぐらいにファイナル QT 行った時にその先輩の紹介で高橋辰彦さんプロとお会いして、それでそこからちょこちょこラウンドをしてもらえるようになって、でそこからアドバイスをちょこちょこもらって、でご飯とかに行かせてもらうようになったんだけど、多分頭の中をガラッと変えてくれた先輩がその高橋辰彦さん。あの高橋さんから言わせれば、そのなんていうの、本当にこう遊び感覚のゴルフしか知らなかった俺はっていう感じだと思う。全くゴルフのこと知らなくて、プロとしてどうすればいいか、どういうショット打たなきゃいけないかっていうのを、鹿児島のグリーンヒルっていうところで、その高橋さんの同級生の上村はじめさんっていう方がいて、歌手の愛のお兄さんがゴルフ場やってる、そこに合宿で連れてってもらって、1日2ラウンドとかやって、そこで本当にいろいろ教えていただいて、本当にゴルフを一から考え直してやったっていう感じだね。だからその高橋さんもやっぱりこう上から打つんだったらまだ煽った方がいいっていう。だから要は右を広く使って打てた方がまだいい。どっちかといえば。もうとにかくこうやって右を寄せて打つこと自体がもうなんて言うんだろう、良くないんだよね、コントロールができない感じだから、きっちり力をボールの真後ろからターゲットに対して押せないとやっぱコントロールできない、コントロールだけしか考えてないわけじゃないけど、やっぱり言ってもコントロールじゃない、どっちらかっちゃったらさ、スコアにならないし。でその最初その鹿児島合宿行った時は、アイアンってこんな音鳴る人いるんだと思った。高橋さんのアイアンショット見て。どんな音も言い表せないね。なんて言うんだろう、聞いたことない音、聞いたことない、今までこんなアイアンの音する人いるんだと思って。もう何作られたような音、めちゃくちゃいい音。そうなんだ、もちろんその他のプロでも先輩方でもめちゃくちゃいい音する人いっぱいいるよ、だけど、種類が違うっていうか、へえ、あの何て言うんだろう、とにかくめちゃくちゃいい音ずーっと聞いてて、めちゃくちゃいい音だった。そんなに、こんな薄っぺらいアイアンで、当時多分 ZTX っていうアイアン使ってて、もう多分あのヘッドも市販じゃないのよ、もう明らかにソールの薄さが違うし、そうだよね、だって2006年で宍戸で優勝してるし、水戸 で、でその前もアイフルカップっていう鳥取で優勝してるし、トーナメント、そりゃそうだよねって感じだけど、それにしてもあのアイアンの音ってなかなか聞けない、めちゃくちゃいい音だったもんね。でそのもうほんとドライバーから、まあ、全てのクラブ、で高橋さんはしつこく言うわけじゃないのよ、本当こう要点だけを指摘していただいて、それで攻め方だったり、夜のご飯ではもうふざけたゴルフの裏話とか、そういう話をこうしてくれたり、あとはもうこっち関東帰ってきて、栃木の準クラシックっていうところとかで合宿をしてもらったりとか、いろいろやったけど、やっぱり学ぶべきことが多すぎて、まあ全てできてなかったっていうのもあるけど、でもめっちゃくちゃ勉強になったね。気の持ちようっていうかさ、プレッシャーかかった時はどうすればいいかとか、あとはこういう場面ではこういうショット打ってとか、そういうこう本当要点っていうかね、ポイントを詳しく、めちゃくちゃ厳しかったけど、めちゃくちゃ厳しかったよ。めちゃくちゃ厳しいけど、でもすごいこうありがたいアドバイスが多かったね。へ、でもその後にあれだよね、田中プロと練習ラウンドもあって、そうそう、高橋さんと初めて回ったのが2010年とかだから、そう、その後、その俺がこう一人で富山かな、多分クレハっていうとこ行って、そこでやった時に練習ラウンドの枠がなくて、たまたま一人空いてるところにポッと入ったのが、その田中秀光さんと岡本さんっていう人と河野裕樹君っていう子のその4人の組が、その組だったんだけど、そこが1人空いてたから入れてもらう。だからそういう、だからその数々の、そのいろんなトーナメントで勝ってるプロもやっぱりその右サイドをこううまくこうさばいてやっぱ打つっていうことは言うよね。だから本当にレッスンやってても思うけど、こうダウンブローにこうやって溜めて溜めすぎてクラブが放出されないとか、その本当に間違った解釈をしてるアマチュアがたくさんいるし、だってこうだからこうなんでしょっていうのもたくさんあるし、そういう根拠のないものっていうのを
なるべく追い詰めない方がいいよね、こう突き詰めないで。やっぱりプロって結構簡単なことをすごい継続力でやってることが多いんだよね、新たなものを、もう目玉商品みたいなものに手を出すプロってなかなかいないから、でも結構アマチュアって、例えば今で言うとシャローイング、シャロースイングが流行ってるからやりましたとか、いろいろこう話題をやりたがる、でもそれはそれでいいのよ、アマチュアだから。でももっと自分のスイングって大切にしなきゃいけないし、スコアを出したいんだったらやることは限られるし、そういうことをもう少し分かっていただくだけでだいぶ上達すると思うよね、結局そういう話があってあれが生まれたってことなんね。そうそう。だ本当にイメージだけで言うと、こうブルドーザーだったり、ショベルカーだったり、ボーリングだったり、そんなイメージなんだね俺は。だからできれば本当に打ちたくないイメージだから本当にこういう感じなのよ。大げさなんだけど、イメージは本当にあれなの、大げさにイメージしてる。あとこれもそうでしょ。そう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 、こうヘッドファースト、そうヘッドファーストもそう、それで生まれたわけでしょ。そうだからそこで、そうイメージと自分の行動が、なんだろう、もうこれでいいんだっていうのが確信に変わった。そうか、そうだね、そうやって今までこうゴルフやってきて、何十年もやってきて、平井くんの中でこう繋がった理論を今ちゃんとみんなに教えてくれてるってことだね。そう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 、ね、そうだから土曜日俺毎週レッスンやってるけど、やっぱりそこではそういう理論を一人でも多くの人にやってもらわなくていいけど知ってほしい。そうだね、だから今やってることは間違いじゃないけど、もっと楽で、簡単にナイスボールで打てる打ち方がありますっていうのを言いたいし、あとはやっぱりプロってパッと見て、あなたにそのスイング合ってませんよとか、そのクラブ合ってませんよ、そのやり方良くないですよって分かるのよ、でもやっぱり、まあ、これ言っていいか分かんないよ、分かんないけど、レッスン上それが言えない時もあるし、それを本人が気に入ってやってるんだったら否定はしたくないのよ、でも遠回りだけど、そのやり方にちょっとアドバイスは加えられますよというのはできるけど、本音を全部レッスンでも言っていいんだったら絶対やめた方がいいですよって俺は言いたいこともある、そうなんだ。本当ね、レッスンやってるともちろんいろんな方いるし、いろんな理論を知ってる方もいる、ツイッターなんか見てても持論をもちろん話してる方いるんだけど、俺の理論がもちろん全部正しいわけじゃなくて、ただプロ全般の理論としてそれはちょっと間違ってますよってやっぱあるのよ、だからそういうのを誰か周りの人が一人知ってる人がいれば、そのグループは良くなるし、そういうグループが増えていくといいなと思うよね。だから宣伝じゃないけど、そういうことをセミナーとしてやりたいっす確かにね、ね、でも今してきた話を理解して、まあ、今までの YouTube を見るともっと意味がわかるっていうか、あれだね、そうだね、その背景がある中に今これ教えてんだってわかると、もっとこう理解が深まるし、なんでかっていう理由がそこに今全部詰まってるね。そうだね、確かにパッと見て、感性のYouTube なんか、ね、いやふざけてるでしょってなっちゃうかもしれないしね、でもこれを見た後に見るとまた見え方が違う、ね、そうそう、見方が違うよね、確かに。とかあれもそうだよ、だからこっちを広く使ってこう長くなるとこのインパクトが長く使えるっていうのもだからなんでしょ、こっちが点じゃなくてこの線になるから、そこだよね。それ例えばインパクトを線で長くするっていうだけ言われたって意味わかんないもんね、ちゃんと今の説明が全部あると確かにそうやって言われればこの線になるねっていうのはわかるけど、でもあれでしょ、みんなこうやりたいでしょ、やりたいね、食べたいんだよね、いいお金だけだよね、貯めていうのは、やっぱりクラブとストレスは貯めちゃダメ、ダメ、ダメ、例えば、体重移動一つにしても、あ、体重移動した方がいいんだ、じゃあ俺やろうっていうのはやっぱ良くないよね、あなたが何のためにやるんですかって言われた時に、やっぱり答えられないとダメよね、自分に必要かどうかっていうのと、何のメリットがあってやるのかっていうのが、全てにおいて分かってた方がいい、なるほどね。っていうことであれですね、クラブは振り遅れてください。今まで振り遅れるんだって言ってたのね。そう、プロになりたい方だよね、研修生とか、ジュニアとか、振り遅れましょう本当に。フェイスが本当にターゲット向いてたら、
いくら振り遅れても右には行かないですから。もうそれしか僕はやってこなかったんで、うん、多分こんだけこうたとえ間違ってたとしても断言して言えるんですよ、うん、ただそのやっぱりそれを継続してやってきたっていうことにその自分のその結果と自信が、うん、まあ、その振り遅れていい球が結果として出てたんで、うんうん、まあ、ちょっと強く言えるかなっていう感じはするけどね、うんうんうん、本当に振り遅れましょうの方がいいと思います。絶対わかりました。今回ですねちょっとこういう雑談というかまあ本音を登録もちょっと話してくれっていうことでちょっと話させてもらいました。で例えば今後のレッスンとかにですねちょっとでもやっぱ役に立ったりご自身が YouTube を見るときに見方ですよね、どういうふうにこういうことを言ってんだろうっていう、うん、こう理解を得て見るということがやっぱ大事なのでそれにちょっとでもつながればいいなと思ってちょっとお話をさせていただきました。ちょっと長いかったんですけども、うん、本当に最後までご視聴ありがとうございました。でその使い方説明してないけどね、あ、これですねこれはですねそう5年ぐらいやったんですが、うん、皆さん肘の内側これがこうやって上向いてアドレスする人いるんですよ結構で、うん、こうなるとグリップって本当は横からこうやって挟まないといけないんですよ。こうやって横からこうやって挟んで握ってるじゃないですか。なんで本当は肘がちょっとだけ向かい合うぐらいが正しい向きだと思うんだけどこれがねこうやって向くと手こうやってなるの、うんうん、クラブこうやって握ったら動けないんだよね、うん、でも肘が内側向いてグリップだけこうやってなったら、うん、要は手腕と手がねじれている、うんうんうん、いい動きできないよねそれでこういうボールを挟んでちゃんと横からこうやって挟んであげるとこう肘がね斜め45度ぐらい向くの、はいはいはい、そうするといい動きするんですよそれで打つの？これで打ちます。これでこれが練習なんだ。そうで打つポイントはこれがないと思わせる。みんな見てる人、あいつ球挟んでこうやってやってるって思われちゃったの。これはね挟んでるんだけど挟んでない。もうフィニッシュまで普通いつもと変わらない。そうするとねこれ体幹で打てるようになるのと、うん、クラブの振り遅れがめちゃくちゃ分かるから、うん、多分最初にやったら、うん、100人やったら、うん、99人ダフると思う、多分ね、それぐらい難しいんだ。そう難しい。でドライバーのフルスイングなんかめちゃくちゃ難しいから。ドライバーから全部やるの？全部俺だからタケちゃんにもらってから、うん、練習場行って、うん、サンドウェッジの1球目から、うん、まあドライバーまで行って全て帰ってくる、うん、それの最後の1球までこれはつけてた。全球何時間かかるのそれ？めちゃくちゃかかる。だって午前中200球、午後150球とかは最低打ってたから、タケちゃんと一緒に。それで全球つけてたから。でもやっぱりねいいこれめちゃくちゃ体で打ってる。そこにワンナップゴルフのロゴつけて売り出そうよ、そのボール。やりますバカ売れじゃん。ほんといいよこれ多分ね2000いくらなんだね。あ、そうなんだ、うん、2200円とかなんだけど、それこそ2015年の年間300万チャレンジの賞金ぐらいの、うん、価値がある。だってほんと良かったの。あ、なるほどね。なんだろう、振り遅れられる体幹で打てるようになる。手打ちじゃなくて体幹で打てるようになる。そう、体で打てるようになるね。そうで振り遅れてもクラブが寝ない、うん、これ、寝たら当たんないから。でフィニッシュでもちゃんと腕も締まってるし、こうプラーンってし、うん、いやこれ本当にいいと思う。あとなんていうの、振り遅れてもさ、うん、エースがそのちゃんと前を向いてるってさ、うん、じゃん、うん、それでそうなる練習があるの？そのそうするためにはどうしたらいいの？振り遅れてもフェースがちゃんと向くようにするには。それはね、うん、俺土曜日のレッスンで必ず1回言うんだけど、うん、フェースの向きと右手のひらの向きって絶対同じ向き向くの、うん、今こうやってアドレスしてるじゃない、うん、グリップしてます、うん、これでフェースがターゲット向いてるでしょ、うん、でグリップしてる右手をパーにしたら、うん、同じ進行方向向くでしょ、うん、ってことはグリップがずれない限り、うん、フェースと右手のひらの進行方向って絶対一緒なの。なるほど、向いてる方向、うん、だからこの右手のひらの面を意識できなかったらフェースコントロールはできない。なるほど。でスイング中右手のひらは地面と常に垂直、どこにあるにしても地面と常に垂直、うん、絶対に垂直このイメージは絶対持ってる。面だよね。なるほど。
でパターでももちろんそうなの、あの面をカップに向けてくださいねって言ったら、この間生徒さんがカップ面って言ったわけ、うん、どうでもいいんだけどそうとにかく全てのショット、右手のひらが地面と垂直に動いてたら、うん、フェース面が狂いようがない、インパクトに必ず返ってこれる、うんうん、これをね、うん、遅い動きでチェックできたら面白い。例えばアプローチで5ヤードとか10ヤードでもいいから、うん、ゆっくり振ってゆっくり面を意識して、うん、打ちたい方向に面が当たる瞬間に向いてるかどうかの意識、うん、打つ意識じゃなくて、うん、面の意識、うん、それを持ってあげて、うん、常にフェース面を意識してあげられると、うん、もっとコントロールできる、うん、そうすると遅れても、あ、遅れても感覚的に今ここ向いてるなっていうのが分かってくる、うん、そうすると、うん、遅れて、うん、でもターゲット向いてるってなったら、うん、安心して遅れられる、うん、そうするとインパクトまでの時間が増えるから、うん、こっからピュンって持ってきた時間ないじゃん、うん、でも遅れてるから時間なんだよ、うん、だから余計コントロールできる、うん、そうだから振り遅れてください。段階があるでしょ。まずは振り遅れずに、インパクトにちゃんとフェースが戻ってくるっていう段階を経て、 それができるようになったら今度振り遅れてねってやるんですね。そう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 だよね。そう、その手打ちと間に合わせるためには限界がある、うん、絶対壁がめちゃくちゃでかい壁が来る、あ、もう超えられない壁が来る、超えられない壁が来る、したら振り遅れにチェンジする。あ、なるほどね。でも、うん、その壁が、うん、その方によって違うんだけど、うん、その壁が70代なんだよね多分、うんうんうん、でも70代でいいんだったら、うん、壁越えなくていい、そのまんまずっと70代キープでエンジョイゴルフで、うん、全然俺はいいと思うんだよね。てか甘くなったらそれ十分じゃない。十分多分クラちゃんは取れる、あ、うん、クラブチャンピオンにはなれるんだ。でもやっぱある程度やるからに、ね、スコア出したいっていう人もいるじゃない、うん、そうなってくるとやっぱりこうだんだん振り遅れさせて、うん、コントロール重視に頭を変更しないで、多分ね、うん、アマチュアの人の7割は飛ばしだと思うよね。そうだね、頭の中、うん、それでもコントロールに変えてやっぱ飛距離は落ちるわけ。いや、ほとんど落ちないと思うよ。あ、振り遅れても別にちゃんと当てられれば、うん、そんな変わんないんだ、うん、でね、これね、ちょっと偉そうに聞こえちゃうかもしれないけど、うん、なんで飛距離が落ちないかっていうと、ゴルフが上手い人ってちょっとくくっていい、うん、ゴルフが上手い人って自分のフルスピード決まってんのよ、うん、ああ、はいはいはい。だから、なんだろう、今までこう振り遅れなくて250ヤード飛んでたとして、うん、ヘッドスピードが47だとしました、うん、したら振り遅れても、うん、そのヘッドスピードって47のままなの、変わらないの、うん、だから飛距離が落ちることってないの。なるほど。そう、でもドライバー曲がります、うん、苦手です、うん、飛ばしたい、どれか一つ当てはまる人って、うん、自分のスピードが決まってないの、うん、だから軽ければ振っちゃう、うんうんうん、重ければ重いから振れない、うんうんうん、だそういうことになるのよ。ドライバー上手い人とか、さっきも言ったけど、そのゴルフが上手い人ってスピード変わらない、うん、そう、だから俺シャフトさっき見たじゃん、うんうん、5S と 8X で俺ヘッドスピード変わんないの、うん、そう、俺がすごいわけじゃなくて多分みんなそうなんだよ、うん、ドライバーのフルスピードが決まってる人って変わんないんだ。変わんないの。自分の振りたいスピードが決まってたら、うん、軽かろうが重かろうがスピードって変わんないの。そのスピードで振りたいから、うん、そう、だから軽くても重くても変わんない、うん、間に合わせても、うん、振り遅れても、うん、飛距離も変わんない。じゃあコントロールだけ良くない。絶対いいでしょ。絶対そっちの方がいいね。そう、ただ練習量と高度な技術が必要なんで、うん、レッスンでは言わない、うん、だから感性でレッスンでは言わないっていう、うん、ああ、そういうことなんだ。そう、 YouTube になってる、こういう理由なのね。そう、あれは継続する、要は仕事片手間の練習じゃ絶対できないから、うん、そう、だから本当にプロになりたいとか、うん、その1日の半分を、うん、まあ、起きてる時間の半分を絶対ゴルフに費やすっていう人だったら、うん、できると思うんだよね。本当参考になんないね、あれ。そう、参考になんない。全然。じゃあまずは手打ちで振り遅れないでちゃんと戻してくるっていうのだけ意識してれば、とりあえずは72ぐらいまでは間違いないと思うよ。今俺それだからね、やってるゴルフ。そう、そう、練習もしてないし、うんうん、行く時間もないから、あのやっぱり多少腕だけでさばける重量のクラブに変えて、うん、手打ちでパンっていう感じ、うん、もうね、こんな意識はあのウエッジしかない。ウエッジはできるから、うん、ウエッジはまだまだいけるけど、まあ、ドライバーも負けたくないなっていう時はやっぱ癖で出るけど、でもじゃあドライバーお前一発打ってみろって言われて、うん、バチンって見せたいなっていう時はもうパンだ、うん、
これしかできないんだ。なるほどね。すごい参考になったと思います、皆さんも。ありがとうございます。いやもう本当ちょっとでも、うん、あの参考になってもらえれば、うん、もうそれだけでいいんで、一人でもいいんですよ、ね。なのでこういうあの話をですね、もうさらに詳しく聞きたいなという方がいれば、セミナーやりたいですね。まずはあのアンナップゴルフのご連絡をいただければ、いただければ、うん、引き続きあの LINE の公式アカウントですね、ちょっと動画を送っていただけたら、何人か送ってきていただいてるんですよ。でその時に無言で送ってきていただいてるの嬉しいんですけど、どこが気になってるとか送っていただけたら嬉しいですね。あのここが気になってるんでどうですかねとか言っていただけた方が僕も見やすいんで、動画だけ来るとアドレスからフィニッシュまで全部言いたくなっちゃうんで、なるべくそのワンポイントなので、どっかこう一箇所言っていただければ嬉しいですね。あとはあのツイッターとインスタグラムもやってますので、ちょっとこうフォローもお願いします。あとは引き続き YouTube の方登録ですね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。長々とありがとうございました。最後までご視聴すいません。また YouTube の方もお願いします。